たけしの夏。たけしは小学生です。昨日から夏休みが始まりました。たけしは家にいます。部屋の窓から外を見ています。たけしの部屋の窓から公園が見えます。公園に子供たちがたくさんいます。いいなあ。たけしは子供たちを見て言いました。たけしはその公園に行くことができません。たけしは今病気です。走ることができません。友達と遊ぶことができません。本当は友達と遊びたいです。でも、いつも一人で遊んでいます。次の日、たけしは家の庭で一人で遊んでいました。その時、地震です。そして庭に大きな穴ができました。たけしはとてもびっくりしました。たけしは怖いですが、その穴を見ました。穴の中は暗いです。何も見えません。すると突然、穴の下が明るくなりました。たけしはびっくりして穴に落ちました。わあ！たけしは目を開けました。そこはとてもきれいな森でした。花があります。きれいな川があります。たけしは森の中を散歩しました。そして森の中で小さな妖精に会いました。妖精は森の中を案内してくれました。ウサギ、猫、パンダ、いろいろな動物がいました。森を出ると大きな公園がありました。妖精はたけしに言いました。どうぞ遊んでください。たけしは小さな声で言いました。ありがとう。でも僕は…たけしは妖精に病気のことを話しました。すると妖精はたけしに言いました。大丈夫です。ここは魔法の世界です。あなたは今走ることができます。公園で遊ぶことができます。でもたけしは心配しました。するとうさぎが言いました。たけしくん、一緒に遊ぼう。たけしは動物たちと公園で遊びました。夜、きれいな星を見ました。それから動物たちと歌を歌いました。そして、花火を見ました。たけしは動物たちに言いました。みんな、ありがとう。とても楽しかった。妖精はたけしに言いました。たけしくん、最後に。すると、地震です。わあ！たけしはびっくりして目を閉じました。妖精は大きな声でたけしに言いました。最後に、たけしくんにプレゼントをあげます。公園に行ってください。公園に。目を開けると、たけしは家の庭にいました。プレゼント？公園？たけしは公園に行きました。あれ？走ることができる。もう病気じゃない。たけしは公園に走って行きました。たけし、
一緒に遊ぼう。公園にクラスメートがいました。たけしは公園で友達と遊びました。たけしは空を見ました。ありがとう、妖精さん。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。